今日のスケープレディオは2017年リリースのデビュー EP でいきなりブレイクを果たした次世代ポップアイコン、イェジェをレコメンしたいと思います。チャーリー XCX のアルバムへの参加など話題の尽きないアーティストです。まずは簡単にイェジのプロフィールを紹介しますと、ニューヨークを拠点に活動する韓国系アメリカ人 DJ、プロデューサー、シンガーソングライターがイェジです。韓国人の両親のもとニューヨークのクイーンズで生まれ、小学3年生までアトランタで育ち、その後韓国に帰国。そこでアメリカンスクールに通いながら韓国語を学び、バイリンガルとしての才能を高めます。大学から再度渡米し、ピッツバーグのカーネギーメロン大学に進学。大学在学中にトラクターの使い方を学び、ハウスパーティーで DJ をするようになります。そこから音楽にのめり込み、音楽ソフトエイブルトンライブを習得し、楽曲制作を開始。ディープなエレクトロミュージックをベースに。